すいません、告知をさせてください。来る11月15日活動休止最後のライブが大阪の環状線野田駅前のマガユラというちっちゃなバーでワンマンライブ、しかも投げ銭のワンマンライブをやります。今まで来てくれた皆さん、そしてですね、この YouTube を見て来てくれる方アンチの皆さんもぜひとも待っております。こんな感じのライブです。概要欄に LR アドレス貼っときますので、名前と人数書いていただいて来ていただけるとすげえ嬉しいです。めっちゃお酒も安い。皆様お待ちしております。よろしくお願いします。はい、田中浩二です。今日はですね、トモーレの動画とかに、コメント欄にね、動画のコメント欄の中に殺害予告の、コメントとか入ってたりして、ちょっと状況的なことを割と重く見てまして、で僕もまあね、トモーレとか批判するような動画を、上げてるので、まあちょっと責任があるというか、そこで最近の別件でね、ヘズマくんから連絡が来て、最近、仲良くさせてもらってるんですけど、ヘズマくんの生放送、ライブ配信をね、見た方だったらわかると思うんですけど、最後、トモーレが来てですね、まあ嵐に来てたんですけど、まあそれで、今日、今夜、もう次の動画のことを言っちゃうんですけど、今夜、ヘズマくんに、その、脅しされた内容とかについてちょっと聞いてみようと思うんですけど、まあこういった感じで、ツイッターの DM を、いただいております。で、まあ全部ノー編集でね、出せればいいなと思ってるんですけど、その中で、その脅してる内容の LINE が、脅迫罪に当たるかどうかっていうところを、まあちょっと、LINE を見て、考えようかなと思ってて、まあヘズマくん自身がどうしたいかがもう最終あれなんですけど、ちょっと俺的には、その LINE を見て、行きそうであれば、トモーレを告訴する方向で、俺を持って行った方がいいんじゃないかなと思ってて、前の動画でも話したように、まあ、ああいうね、動画は本当犯罪者しか生まない。で、トモーレを殺したやつは多分今たくさんいると思うんですよね。それで、結局殺した人がかわいそうだなと俺はその動画の中でも言ったんですけど、そういう人を、まあ、生みたくない。っていうのがあって、だったらこっちで先動いた方がいいんじゃないのかなっていうふうには思ってます。まああいつが刺されるのは仕方ないけどね、でも刺した人がかわいそうだから、それを思ってちょっとこっちで動いた方がいいんじゃないかというふうには思ってて、まああの、まあ、告訴するんであれば、まあ実際京都府警とかの方にも行かないとはいけなくはなってくるんですけど、まあその LINE のねスクショをもらって、まあもらえたら、うん、で、ヘズマくんが話してくれたら、一回警察には相談に行こうかなと思ってます。まあ、あんなやつ殺されてもしょうがないんですけど、殺した人がかわいそうだなってことで。で、トモレの、コメント欄に、まあ、まあね、あの、殺す、みたいなね、ところを入れてる方に関しては、ちょっと削除してほしいなと思います。で、トモレを殺すの、だからちょっと待ってください。あの、社会的な制裁を受けた方が、俺はいいと思ってるので、そうやってね、実際殺されるよりかは、まあ、殺した人がね、そう、トモーレのために刑務所に行くっていうのは、もうすごくしょうもないことだと思うんで。だから僕はそこまで重く見てるんですよ。だから、ちょっと待ってください。今日、まあ、まあ、ヘズマ君のスケジュールによるとは思うんですけど、今夜電話できますってことだったんで、こういう感じで、先ほども見せたように。はい。まあ、今日一日撮影してるそうなので、それが終わり次第、夜、電話ができるということなので、次の動画で、それを出したいと思います。まあその裁判するとかってなったら、まあちょっといろいろ全部出せるかどうかはわかんないですけど、まああの極力の編集でいけるようにはしたいと思いますので、はい。だからまあちょっと待って、殺すのはまだちょっと待って、社会的な制裁を受けてもらいましょうって。まああとはヘズマ君がどうしたいかにもよるんですけどね、はい。ということで今日はそういった動画でした。田中浩二でした。